ロバート・ミッチャムと J. エングリア、過去を逃れては、ジャック・ターナー監督による1947年のアメリカ合衆国のフィルムのワール。ブリッジポートにて恋人のアンと暮らすジェフはガスステーションを経営している。二人の元をウィットの右腕のジョーが訪ねてくる。ウィットが待っている、他方向へ向かう道中、ジェフはこれまで隠していたウィットとの過去をアンに語り始める。ジェフは ニューヨークで相棒のフィッシャーと共に私立探偵の職に就いていた。ウィットは4万ドルを盗んで行方をくらませた恋人のキャシーを探してほしいとジェフに依頼する。依頼を引き受けたジェフは赤プルコでキャシーを見つける。やがて二人は恋に落ちる。ジェフが自らの身分を明かしたところ、キャシーは4万ドルを盗んでいないと主張する。 キャシーはジェフに一緒に逃げようと混乱する。サンフランシスコに逃げたジェフとキャシーは目立たないように暮らしていた。そんな二人の元をフィッシャーが訪ねてきて口止め料として金銭を要求する。ジェフとフィッシャーの間で格闘が繰り広げられた末、キャシーがフィッシャーを撃ち、車で走り去ってしまう。ジェフの手元には4万ドルの預金が入った、キャシーの通帳が残された。 アンに過去を話し終えたジェフは、ウィットの屋敷に入る。そこには、キャシーの姿もあり、ジェフを驚かせる。ウィットは、新たな仕事をジェフに持ちかけるが、罠を察知したジェフは、依頼を拒み、ブリッジポートに戻る。キャシーはジョーに、ジェフの助手のキットを尾行させる。キットが、ジェフの隠れ家についたところで、ジョーはジェフを打とうするが、キットに阻止される。ジョーは転倒し、命を落とす。 ウィットの屋敷を訪れたジェフは、キャシーの裏切りとジョーの死を彼に伝え、取引を持ちかける。それは、ジョーの死を自殺として処理する一方、キャシーをフィッシャー殺しの罪で警察に引き渡す、というものであった。ウィットは、ジェフの取引に応じるが、その後、キャシーに射殺される。キャシーは、すべての殺人の罪を被るか、自分と一緒に逃げるか、どちらかを選ぶようジェフに要求する。 ジェフは、キャシーと一緒に逃げることを選ぶが、密かに警察に電話をかける。警察の待ち伏せによりジェフの裏切りに気づいたキャシーは、ジェフを撃つ。警察が一斉に発砲し、二人を乗せた車は衝突する。車中のジェフとキャシーは命を落とす。ジェフの葬式の後、アンはキットに、ジェフは本当にキャシーと逃げようとしていたのか、と尋ねる。キットは首を縦に振る。 その答えを聞いたアンは、ジムの車に乗り、去っていく。キッドは、ジェフの名前が彫られた、ガスステーションの看板を見上げると、静かに微笑み、頷くのだった。カッコ内は日本語、吹き替えロッテントマトズでは、32件のレビューで、平均値は8.9点、支持率は97%だった。シカゴトリビューンのマイケル・ウィルミントンは、 本作を裏切りと宿命を描いた叙情的なスリラーと評している。ザ・ガーディアンのフィリップ・フレンチは冒頭のシークエンスでアーネスト・ヘミング・ウェイチョの殺し屋を弾いている本作はデビッド・クローネンバーグ監督のヒストリー・オブ・バイオレンスに大きな影響を与えていると指摘した。ポップ・マターズのマイケル・バレットは本作はアメリカ国立フィルム登録簿に登録され、 フィルムノワールドの典型、ハリウッドの古典として安置されていると述べた。2015年、インディワイヤーにて、ロバート・ミッチャムの10本の必見の映画の1本に選ばれた。ありがとうございます。